神奈川県川崎市の物流センターが集積するエリアにトラックが集まる場所を見つけた。かなりトラック止まってますね。あっちにもいますよね。そう、結構カーテン閉じて待ってらっしゃるというか、全国各地から遠路はるばるやってきたトラックが目的地にたどり着き、荷物を下ろすのを待っているのだ。このトラックは、そう、熊本からやってきた。お仕事結構時間の拘束長いですか？長い時は長い。うん、九州からだけ。そうですよね、はい、大変だ。長い時はやっぱり12時間以上、15、6時間運転しますよね。今回は神奈川と熊本を4日かけて往復、全て車中泊だという。年齢は60を超えるというこのドライバー、長い時間を過ごす車内を見せてくれた。ここ一応仮眠で、ここになれるようになって、あ、伸ばせますね、足までゆっくり。すごい、こう閉められるようにもなって。あ、カーテンありますね。カーテンね、はい、基本カーテン閉めて寝られる。そうですね、やっぱり少しでもエアコンが効くように。いや、でも移動しながら寝ながら、はい、でまた働いて、はい、大変。昼夜が逆転する時もありますね。こうして仮眠を取りながら熊本から神奈川まで往復およそ2500キロを走り続ける。この年齢で身をすり減らして働いた末にもらえる給料は、年収は400前後じゃないですか。拘束時間と割合から考えるとちょっと安いかなと思うんですけど。その厳しさに追い打ちをかけるのが2024年問題。決められる、まあ、またそれになったらまた賃金的に下がるでしょうね。そうなれば減れば。そもそも大型のトラックドライバーの年収は全産業の平均より26万円安い。労働時間の規制が始まればもはやトラックでは食べていけなくなるというのだ。まず無理でしょ。僕らはもう嫁さんも子供もおるから1ヶ月なんぼっていうお金って決まってますやん。燃料が上がったでしょ、はいはい、高速代も上がりましたやん、やめるしかないでしょ。家族を持つ30代のトラックドライバーも、減ると思います。不安はあります。ただその副業とかっていうのもちょっと頭には考えてはないんですけど、なんかしなきゃいけないのかなっていうの。運送会社は来年以降もドライバーたちを守るため必死に努力している。東方運輸の社長中島さん、社員の賃上げをするつもりだ。やっぱみんな家族あって、生活があるわけですから、低賃金で働けっつうのは無理ですから、しかしその一方、給料を上げたくても上げにくい深刻な現状があるという。それを示す内部資料を特別に見せてくれた。この8000円というのはもう1時間とか2時間で終わっちゃうから、8000円とか。ある荷主と契約で決めた配送料だ。30キロ走って荷物を届け8000円。しかし、じゃあ8000手で適正なのっていうと、ここを見ると全然やっぱ違うんですよ。2時間でも30キロ走れば4トン車で2万2000円ですから。これは国が示している標準価格。法的な拘束力はないが、30キロで2万2270円とある。実情は4割以下だ。
安いです、全然安いです。それって根拠なんですかって言ったら相場運賃っていう。1990年の規制緩和で運送事業者が 1.5 倍に増加。激しい価格競争によって低い運賃で荷物を運ぶことが常態化しているのだ。この運賃相場について元トラックドライバーでライターの橋本さんは、ドライバーさんっていうのは受ける側なので、こう調整しようとしてもやっぱり限界があるんですよ。で、荷主市場主義で荷主さんが言ったことがもうまあ、全てというか絶対こう、まあ、従わなきゃいけないっていう商習慣もありますし、だからそういう意味では国とか荷主の改革っていうのが、意識改革っていうのが、はい、まず必要なんじゃないかなと。ドライバーさんがノーって言っても、あ、じゃあいいよ、じゃあ別の人に頼むからって、そうなんです、なっちゃうってことですもんね。そうなんですよ。そんな荷主の一つであるスーパーマーケット、消費者の細かいニーズを満たすため運ぶのは年間10兆円を超える商品だ。やっぱり何でも揃ってるっていうイメージがあるからないと困る。なんか入れてほしいものがあったらね、下のアンケートに書いておけば必ず入れてくれるし、便利しかない。商品が欠品すれば即座に追加発注。消費者ニーズに応えるきめ細かいサービスはトラックドライバーの過酷な労働によって支えられている現状がある。2024年問題についてスーパーはどう考えているのか。協会の会長を直撃した。まあ、物流2024年問題というものがこう深刻化していくことに対して、こうスーパーマーケットとしてはどういうふうに責任があるとかご覧になっているんでしょうか。まあ、もちろん我々、まあ、物を運んでるんで全く責任がないということではないんですけども、お客様がやっぱり鮮度を求めたり、あるいは欠品っていうものですね、商品がないっていうようなことをいかになくすかということで、まあ、努力を重ねてきた結果、まあ、ある意味少し過剰なサービスということがあって、結果としてその物流の2024年問題の、まあ、一つの要因にはなっているというふうには思います。スーパーも問題解決に動き出していた。待機時間を減らすとか、まあ、そういったことの目的っていうところをこう見失わないというような。大手スーパー6社がライバル同士で手を組み、どうすれば効率的な物流が可能なのか模索している。お店のオペレーションを今までは重要視して、そこから遡って物流というのを組んでたんですね。トータルで必要なトラックの数、ドライバーさんの数ということを減らそうという取り組みを今してるんですね。なかなかこう一社では、取り組めないところが大きいので、まあ、業界上げて取り組んでいきたいと思いますね。物流2024年問題、見えてきた課題とは。宅配がメインだって思っちゃってたんで、やっぱり企業間の方が、そっちの方がよっぽど大きな、まあ、論点だったっていうことは改めて感じられたのと、やっぱり賃金が相当改善すべきというか、しなきゃいけないところはたくさんあるんだなって思いつつも、そういう人たちがいて、そういう人たちにも生活があるっていうことをしっかり認識しないといけないなっていうのは、ちょっと改めて反省という意味も込めて認識しました。辞めることを考えるようなドライバーの方も VTR の中にもいらっしゃいましたけれども、この状況についてはどのように見ていらっしゃいますか。そうですね、もどかしいですね。で、ドライバーは VTR にもあったように長時間労働だけではなく低賃金という表裏一体の問題を抱えているんですね。なので長時間労働を是正すると歩合制で働いているドライバーさんが非常に多いので、必然的に給料が下がってしまうと、そうするともう辞めざるを得ないないっていうドライバーさんの声が結構大きいですね。小柳さんはいかがでしょうか。はい、いや国交省なんかが
示している、はい、標準運賃っていうのがありますよね、はい、例えばさっきは30キロでしたっけね、はい、30キロなら、で4トントラックで2万2000円と、うん、だけど実態8000円しか払われてない。結局低賃金の元になっているのはこの運賃ですから、はい、ここっていうのは、まあ、これ強制力ないにしても何で守られてないんですかね。これそうですね、やっぱりあの運送業界が足並みが揃わないっていうところが非常に大きくて、例えば荷主さんに、10社運送企業さんがいらっしゃって、はい、9社、運賃上げたいと言っても1社が、うん、いや 今まで通りにやりますって言ったら、やっぱそっちに荷物が抜けがけか。その通りです、はい、なのでやっぱりこう足並みを揃えるっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなと思ってます、ね、足並み揃えようと努力したことはあったんですかね。今でも、はい、努力は今でもやってるんですか、はい、してはいるんですけど、やっぱりあの数も多いですし、うん、なかなかそれが揃わないっていうところが、うん、はい、現状ですね。一方で荷主側も自分たちだ一人だけやると、ね、不利になっちゃうから、うん、そうですね、みんなでやらないとって言ってますよね。これいっそのこと国が強制的にやっちゃったらどうなんですかね。おっしゃる通りです。なんかあの標準的な運賃をあの守らないと、あの荷主に罰則を与えるっていう方向に持っていかないと、うん、結局ここって本当にもうあの改善しないので、うんうん、今はあの働く側が罰則、うん、あの2024年でその労働時間が守られないと、はい、あの運ぶ側がその罰則になっているんですけど、うん、荷主側にはその明確な罰則が今設けられてないので、うん、ちょっとバランスが悪いですね。そうですね、うん、なのでやっぱりその標準的な運賃を守れないんであれば、やっぱりそうある程度そのなんか罰則のようなものがないといけないんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、荷主側への規制だったり罰則っていうのもなんか必要だなっていうところですけど、やっぱとにもかくにも賃金でそれが低いのも、今こうトラックドライバーさんの、まあ、運転好きというかお仕事が好きという熱に甘えている部分だなとも思いますし、はい、あのでもこう話を聞いていくと、やっぱりそれぞれのスタイルがあるっていう中で、こう一律に効率化を求めていろいろ変に規制するのも、なんかまたそれもドライバーさんが離れていく原因にもなりそうだなって思ったんですけど、はい、